豊岡市役所は日本の地方公共団体である豊岡市の執行機関としての事務を行う施設。主に本庁舎群と5つの総合支所から構成されている。ヨーロッパ風の旧本庁舎は北市大震災の復興建築のシンボルとして震災直後に建築家原品順平の設計により1927年に建築された近代建築である。 当時としては、県下に誇る大建築であったとされ、最先端のデザインと材料である、鉄筋コンクリートを用いて建築されており、近代建築ガイドブック、関西編2名建築として掲載されるなど、優れた近代建築と評価されている。なお、旧本庁舎は、新本庁舎建設に伴い2012年2月2日から7日に、かけて、栄野工事により南へ、 約25メートル移転され、現在は、豊岡市議会議場や、市民交流センター、豊岡稽古堂として使用されている。また、大平木通りを挟んで立地する、ルネッサンス建築の旧南庁舎別館は、1934年に、建築家、渡辺武の設計により、兵庫県農工銀行豊岡支店として建設された、もので、国の登録有形文化財に登録されている。 なお旧南庁舎別館は改修されて2014年4月18日に、豊岡1925というお菓子を中心テーマとした複合施設となった。2015年からは、バリューマネジメント株式会社に委託して、オーベルジュ豊岡1925として運営している。2009年3月には、豊岡駅通商店街や宵田商店街を中心に、 点在する豊岡復興建築群の探検ツアーも実施された。本庁舎前広場では大開き通りとともに例年イベントが開催されており、4月には豊岡春祭り、5月に大石陸祭り、8月には田島三大祭りの一つである柳祭りの会場の一つとして各種バザーなどが行われる。竹の総合師匠豊岡市議会議場に関するカテゴリー オーベルジュとヨーカ1925に関するカテゴリー。ありがとうございます。